テイジンフロンティアはテイジングループの中で繊維製品の事業になっています。その成り立ちからメーカーと商社という2つの異なる DNA が融合した非常にユニークな企業体です。これまでになかった製品サービスの創出にこだわる視点と世界のトレンドをいち早く読み取り市場ニーズにスピーディーに対応する視点、繊維業界では他に類を見ないこの2つの視点を併せ持つハイブリッドな組織から生まれるシナジーが私たちの強みです。大きくはスポーツウェアやユニフォーム、ファッションなどの衣料繊維とインテリア、自動車関連資材などの産業資材、さらにはウェアラブルセンシングサービスなどの新しい事業も展開しています。2017年から2021年までゴールドパートナー、2022年には SDG スマイルゴールドパートナーにをやらせていただいていますが、元ガンバ大阪の木場さんが、当社のタイの工場で子どもたちにサッカーを教えていたことがきっかけでガンバ大阪さんをご紹介いただきました。当社はペットボトル由来のリサイクル紙エコペットを1995年から販売しておりますので、ガンバ大阪さんが大手門学院大学の皆さん、学生の皆さんとペットボトルのリサイクル活動を行われていることに大変共感しまして、2017年シーズンからパートナーをやらせていただいています。本社が大阪にあるということもありまして、熱烈なガンバ大阪さんのファンの方も多くいますので、社内の反響も大きいです。リサイクルポリエステルで作られたエコバッグやビッグユニフォームなどスタジアムに関連したリサイクル製品を提供しています。2020年、当社の環境戦略としてシンクエコが設定されました。3つの重点目標と2030年までに達成数値目標を掲げまして、環境負荷低減に向けた活動を行っております。1つ目は素材からエコにこだわろう、2つ目はきれいな空気と海を守ろう、3つ目は省エネな毎日を送ろう。これらをもとに日々の事業の中で目標達成に向けて取り組んでいます。当社がこのような取り組みやエコ活動を行う中で、皆さんの目に触れることで他の企業の皆様やスポーツクラブからもご興味いただいたり応援いただいたりするので、とてもありがたいです。皆さんこんにちは、ガンバ大阪 OB の木場正夫です。今日はテイジンフロンティア様と、関わりのある僕が、テイジンフロンティア様、中田様にお話を伺っていきたいと思います。中田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。実は僕が行っている東南アジアでのサッカーの活動に関しても、テイジンフロンティア様のグループ会社であるテイジンポリエステルタイランド様に、サポートをいただいています。で、具体的にはサッカー教室を行ったり、はい、15歳以下の国際大会を開かせていただいたり、活動を行っているんですけども、サッカー教室の際に、はい、子どもたちにペットボトルを3つ持ってきてもらって、それをテイジンさんのリサイクルの技術で、作られた、T シャツを子どもたちにプレゼントをして、で、子どもたちにペットボトルはゴミじゃなくて資源なんだよということもサッカー教室を通じてお伝えしているという、現状があるんですけども、でこういった活動を僕自身が J リーグのスタジアムでもできる可能性あるんじゃないのかなというふうに思って、テイジンフロンティア様にまずご相談させていただいて、でその後ガンバ大阪様を、ご紹介させていただいたということで、今現在パナスタで、この活動をペットボトルリサイクルの活動を行っているっていう感じで、はい、いろいろといつもお世話になっております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。私自身小学校時代に地元の少年サッカーチームで習っていたことがありまして、J リーグにとても憧れがありましたので、元プロの木場さんに、サッカーを教えてもらえることだったり、ペットボトルをリサイクルして T シャツをプレゼントしていただけるっていうのはすごく最高な
思い出になると思います、はい、このような形で、ガンバ大阪さんと取り組みに、関わることができまして、あの会社としてましても個人としましてもとても嬉しく思っています。ありがとうございます。9月10日は、FC 東京戦 SDG スマイルマッチということでパートナーデーを開催されるということなんですけども、はい、まあ、開催されるにあたっての、まあ、思いだったりというところをお聞かせいただけますか。はい、SDGs にも含まれています環境について、あのシンクエコがサポーターやファンの方だけでなく地域の方々にも考えてもらえる一つのきっかけになればいいなと、ありがたいなというふうに感じております。たまたま対戦相手となる FC 東京さんとも F 活動に取り組んでいますので、シンクエコ SDG スマイルマッチについきましては当社にとっても非常に大きな意味を持つパートナーであります。ありがとうございます。ガンバ大阪さんとしても SDGs のパートナーさんの募集であったり活動というのは今シーズンからということで、テージフロンティア様が冠となって初めての、イベントとなると思いますから、ぜひ盛り上げていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、最後に今後の、シュイタスタジアムガンバ大阪サポーターの皆さんに期待することということを教えていただけますか。シュイタスタジアムがエコスタジアムになるっていうのももちろんなんですけども、ガンバ大阪さんサポーターの方々の環境意識の輪がさらに広がったら嬉しいなというふうに思います。また私たちは繊維の技術力をさらに高めて SDGs が目指す持続可能な社会の実現に貢献できればというふうに思います。本日は貴重な、お話を聞かせていただいてありがとうございました。今後も帝人フロンティア様とガンバ大阪との SDGs の取り組みがさらなる発展を遂げることを期待していますし、ガンバ大阪様と帝人フロンティア様だからこそできる活動ということを今後も期待しています。ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今後もガンバ大阪さんと、当社も引き続き一緒に取り組んでいければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。